フアン1世は、カスティーリ王国トラスタマラ朝サの国王。エンリケ2世と、王妃フアナマヌエルの子。1375年、アラゴン王ペドロ4世の王女レオノールと最初の結婚をした。カスティーリアとレオンの王位を継承した、エンリケ3世、母方からアラゴンとシチリアの王位を継承した、フェルナンド1世は、レオノールとの愛の子である。1382年に、レオノールが死去すると、 同年のうちに、ポルトガルをフェルナンド一世の王女ベアトリスと再婚した。翌1383年、フェルナンド一世が死去すると、その娘婿であるユエンを理由にして、ポルトガルに侵攻し、その領土支配と王位継承を目論んだ。しかし1385年、アルジュバロータの戦いで、フェルナンド一世の所定にあたるジョアン一世の前に、大敗を起してしまった。 このように連年のポルトガル侵攻を行った結果、カスティーラ王国の財政は多大な軍費で破綻し、軍も弱体化して、王国の存亡が危ぶまれた上、かつて父エンリケ2世と王位を争った、ペドロ1世の残党らによるクーデター計画まで発覚することとなる。これに対して、ファン1世は、ペドロ1世の孫娘、カタリナを、自身の王太子エンリケと結婚させることや、 フランスの支援を得ることで持ち直した。1390年、32歳の若さで、ラクバチェコにより死去した。アラゴン王ペドロ4世の娘レオノールとの間に、以下の子女がいる。ポルトガル王フェルナンド1世の娘ベアトリスとの間に、以下の一難を設けた。ありがとうございます。